あ、このドレス、似合っていますか？そんな風に褒めていただけて、とても嬉しいですわ。本当は着物にしようか迷ったのですが、せっかくの誕生日だからと思って、この赤いドレスにしたのです。どうしてこの色のドレスにしたかわかりますか？実は、私の誕生石、ガーネットの色なんですのよ。せっかくの誕生日だからと思って、この赤いドレスにしましたの。ガーネットには、真実、友愛、忠実の意味があって、これからも仲間を大切にしながら、様々なことに忠実に取り組んでいきたいなって。そんな願いを込めて、このドレスを着たんです。でも、恥ずかしいから、このことは二人だけの秘密にしてくださいね。それにしても、わざわざ祝ってくださって、とても嬉しいですわ。いえ、学校もお休みですし、元旦はさすがに年始のお祝いが優先されるでしょう。家でも誕生日のお祝い事はほとんどしてこなかったんです。だから、こんな風に祝ってもらえると、なんだか、ちょっと照れくさい気持ちになりますわね。だけど、あなたと特別な日に一緒にいられて嬉しいです。ありがとう。